久保さん、今回安定的に稼ぐ方法にしましょうか。いや、久保さん、あの、税金だけで軽自動車買えるんじゃないですか。<laughs> すごいっすね、やっぱ久保さん。やっぱ投資家久保、FX オリガルヒ、やってるだけありますね。まあ僕はね、あの、ずっと飽きない。しょ、多分、どうすかね、FX って商売ですかまあ商売ではないですよね、多分。 まあそれを商売にして、オリガルヒを売るのは商売ですけども、自分でトレードするのは別に商売じゃないですよね。相場でエントリーして、どのコンロなんですから。で、僕の場合はもう、ほぼ9割、10割、もうコンテンツビジネス、商売をやってるんですよ。で、まあ売れなかったらね、終わりなんですよ。でも FX で勝てるスキルがあれば、別にアクセスがなくてもね、エントリーして、利確みたいな話で。<laughs> でも商売の場合は、 売れなかったら終わりなんですよ。うん。まあまあ、あと集客できないとかね。売れなかったら終わり。で、お客さんが毎回買うのかっていうのも保証されてないんですよ。もちろんその投資に関しても、じゃあそのエントリーしたものが確実に利、利格できるかっていうね、損切りするときもあるだろうし、まあそれはそうなんで、まあどっちもその共通ポイントあるかもしれないですけど、ただビジネスの場合は、やっぱ集客数と、集客と、まあ、客単なんですよね。で、どれぐらいの数の人がいて、 だから例えば、あのー、もちろんね、1人当たりの単価が、じゃあ1000万の商品が売れるってなった場合は、えー、10人の人に対して1000万の商品を売って、じゃあ1億円です。もういいじゃないですか、10人で。なんだけど、さすがにその1000万円ぐらいの単価のコンテンツを売るのって超難しいんですよ、さすがに。で、そうなってくると、まあ、ベターなね、まあ何十万とか、もしくは、まあ僕も安い商品も出しますけど、数百円とかね。 数千円とか数万円とかになってくるわけですよ。で、そうなると、大体その価格のアッパーはあるわけですよ。ね。例えば、オークションとかだったら、まあね、その家とかだったら結構アッパーあんまり上結構高いじゃないですか。うん。だからその大豪邸とかね、何億円とかもありますやん。でも、そのコンテンツビジネスの単価っていうのはアッパーがあるの。で、じゃあ、客数どれぐらいなので、その客数に対してどれぐらいの単価を売るので、あと、リピートどれぐらいあるの でもそ,それぐらいでしかないんですよ。なんだけど、それは、ですかね、絶対ではないんですよね。だから僕が意識しているのは、安定的に稼ぐために、その固定費を上げないってことですよね。うん、だから僕は GTR を売った、いろんな理由はあるんですけども、まあね、盗難リスクももちろんすげえ高かったですけども、あのー、やっぱね、故障のリスクですね。まあ、古い車なんで部品もなくなってくるわけですよ。で、そうするとお金もかかるし、 でも、まあ、もちろん盗難、まあ盗難リスクもあるし盗まれたら0円だしで維持していくには維持していくためにも盗難リスクの不安を抱えながら古い車だから、えー、部品代もまたかかるね昔その車検するのにいろんなの全部取っ替えて150万ぐらい車検しましたからねそう150万かと車検ね車検150万ばっかみたいなそうだからまあその まあ、あと税金の問題ですよね。税金もちょっとし、まあ、そんなに、まあ、久保さんのほど高くないですけど、2500だったかな ?2800 だったかな ?2600cc か。なんで5万円ぐらいだったと思うんですけど、ね、あの、久保さんの10万円超えですか、5000cc か。うん。なんそういう、まあ、税金なんかは別に、売り上げが上がろうが下がろうが、自動車税、もう毎回、毎年来るんで、だからもう、僕は売って、考えたんですよね。 次の車 Z4 も Z4 も 3000cc のモデルと 2000cc のモデルがあっていろいろ考えて最初は 3000cc のモデル直6のエンジンいいエンジン積んでるんでそっちの方がいいかなってそっち買おうと思ってたんですけど税金のことを考えて毎年取られるぞと <laughs> 2000cc の方が安いですからだから僕39000円500円だったかなだから久保さんののは、えー、っと10万円ぐらいですよね確か キット10万円ぐらいですよね、多分うん。だから10年維持したら、もう、その、置いとくだけで100万ぐらいじゃないですか。うん。維持するだけで100万みたいな、ね、<laughs> だからその排気量、こだわりましたね、僕は。排気量、自動車税、ちょっと、あの、安くするために。でも 2000cc でも十分、あの、まあ、オープンカーですしね。 オープンカー別にその、ゆっくり走った方がオープンカー楽しめますし、まあ良かったなと思いますね。税金も安いし。で、まあ新しい車なんでそんな壊れないし。そう。あとなんかメンテナンスパッケージみたいなのもついてるんで、ほぼほとんど無料で、あの、なんかやってもらえるし。<laughs> うん だ結果的に維持コストは非常に下げられた Z4 に変えてから維持コストは非常に下げられたなと思いますね。で、精神的な不安もほとんどないと。まあ、Z4 盗むやついないんで多分。うん、まあ、なんだ、絶対ではないですけどね。絶対ではないけど、3 G T、4GT-R より盗まれる確率はもうほぼ少ないですね。うん。だすげえ楽っすね。うん。だから固定費が上がらなければ、その、 残る利益があるのででもこれ固定費上げちゃうと100万円売上げ上がったとしても固定費が100万円だったらプラマイゼロですからね、うん、じゃあ固定費がじゃあ30万円でした売上げ、まあ、100万円ですじゃあ残るのなんですか70万円ですか この変動でここの残るお金を操作できるんですよね、うん。で、固定費に関しては別に自分の気持ち次第で操作はできるんですよ。だから僕のね、熟成さんでね、あやさんっていう熟成さんいるんですけど、もうすごいなと思いましたね。300万ぐらい稼いでるんですよ。300万稼ぐのに、あの、吉田さん、携帯代いくらですかみたいな。僕、2000円です、みたいな。 2,000円すかみたいな安。安みたいな。いや、徹してますね、本当に。すごいなと思います。僕はすみません、携帯代1万円ぐらいしてるんですけど、あやさんはね、すごい徹底してましたね。だから、その使うところは使うんだけど、その抑えるところはしっかり抑えていくっていうのは、もう本当に徹底してるなっていう。2,000円すよ、みたいな、携帯。2,000円かみたいなね。 だ僕もその、ここね、家賃4万2千円なんですけども、あのー、まあまあ、7年目ですから、いや、さすがにちょっともうちょっと広いところ行こうかなってずっと思うんですけど、ずっと思うんだけど、あのー、我慢、我慢というか、なんかそういうビジネス的な観点で、まあ十分だよねと、まあ、結局、その欲なんで、うん、どうせ寝るだけだし、<laughs> そう、で、部屋が広いとね、部屋が広いと掃除も大変じゃないですか。 まあ、久保さんもね、部屋いっぱいあると思うんで、掃除大変だと思うんですよ。で、それはそうですよね。部屋がいっぱいあれば、掃除大変ですよね <laughs>。で、部屋がいっぱいあれば、部屋がいっぱいある分だけ物も増えるし。うん。だからメリット、デメリットですよね。うん。でもね、それを補うほど稼いでれば、特に問題はないんで、別にいいんですけど。でもね、商売をやっていると、あの、浮き沈みはやっぱありますので、うん。だからまあ、 オリガルフィーいいんじゃないですかね、FX。<laughs> 僕はもう、あのいあのの稲盛和夫さんのね教えでもあるんですけど、あのなんですかね、経費最小、利益最大だったかな、経費最小、利益最大、稲盛さんの経営のその何箇所であるんですよ。あ、そう、あ、これだ。 第5条ですね。強セラセロセセラセロトフィーだったかな。売り上げを最大伸ばし、経費を最小限に抑えると。入る量お入る量ってデズルを制する。利益を負うのではなく、利益は後からついてくると。経営の常識として売り上げを増やせば経費もそれだけ従って増えていくものと考えます。しかし、それは誤った常識です。最大売り上げを最大にし、同時に経費を最小に抑える。 創意工夫を徹底的に続けていく姿勢こそが高収益を生みます。そのような売上最大、経費最小を実践するには業績が組織ごとにリアルタイムに明確に分かりつつかつ全員が経営に参加できる管理会計システムがなければなりません。アメーバ経営はそのための京セラの設立間も設立間もの頃からずっと 取り組んでできた試みですとそう。稲森和夫さんのね、有名なこの、なんと、何、大何畳、経営、経営の何,何条とかあるんですかね。うん。経営12課条だ。経営12課条ですよ。そう。これ僕は本当に大事だと思いますね。うん。ただ、まあ、久保さんみたいにね、もうちょっとビジネスから離れて、投資やってるんだったらまた違うあれがあるんで、いいんですけど。 僕はビジネスやってて、ね、自分も会社やってますから、会社経営していかないといけないんで、うん、そこはやっぱ、なんかその、行きたいけど、ね見え、見え張り、男だからね、見え張りたいけども、経営のことを考えると、経営に見えは、なんですか、経営っていうものに対して見えは、すごく、後を引っ張ってしまう場合があるっていうところですね。 うん、そうなんで、あの、FX やるといいと思います <laughs> ね。ねくぼさんで、ね。<laughs> FX いいっすよね。集客必要ないし。うん、はい。いってらっしゃい。